はい、皆さん、さやかです。少し久しぶりですが、またまた今月のディズニーニュースの時間です。マジックキングダムではいくつかの新しいアトラクションがオープンしました。そしてホリデーにはちょっと早いような気もしますが、もうすでにウォルトディズニーワールドからはいくつかのホリデーのアナウンスメントがあったので、そちらも紹介していきます。さらに今年ディズニーワールドに行くなら知っておくべき情報も満載なので、ぜひ最後まで見逃さないようにしてください。それでは行きましょう。それではまず最初のニュースです。マジックキングダムのカントリーベアジャンボリーが7月17日に新しくなって再オープンしました。この新しいバージョンはカントリーベアミュージカルジャンボリーと言います。このショーに登場するクマたちのアニメトロニクスには特に何も変わりはありませんでしたが、クマたちは今新しい衣装を着ています。衣装の他にもこのショーで特集される曲にも変更がありました。そして新しいバージョンのソングリストはこちらになります。新しいオリジナル曲のカントリーベアミュージカルジャンボリー、ズートピアのトライエブリティング、アラジンのアホールニューワールド、マリンポピーズのスーパークリフラジリスティックエクスピアリドーシャス、フローズンのピクサーアッパー、ココのリメンバーミー、トイストーリーのユーガーラフレンドインミー、ジャングルブックのベアネセシティーズ、そして最後にカントリーベアジャンボリーが1974年にオープンした時にデビューしたカムアゲインです。新しいショーではこれらのディズニーの名曲がカントリーミュージック風に少し工夫が加えられて特集されています。そしてマジックキングダムでは先月の6月28日に公式に新しいアトラクション、ティアナズバイユアドベンチャーもオープンしました。で、私たちは前回の旅行でこのティアナズバイユアドベンチャーのパスホルダープレビューが開催されてたので、その時にこのアトラクションを体験することができたんですね。でそのこのアトラクションについての詳細や私たちの感想はそのティアナズバイユアドベンチャーのビデオで紹介しているので、興味があればぜひそちらもチェックしてくれると嬉しいです。でこのビデオではこのティアナズバイユアドベンチャーについて詳しく入ってはいきませんが、まあ、簡単な感想を言うと私はとっても気に入りました。そしてですね、6月28日のこのアトラクションのデビューと同時にクリターコープとティアナズバイユージェネラルという2つのショップもオープンしました。これらのお店ではおもちゃやぬいぐるみ、アパレルグッズ、そしてホーム用品、お菓子などに加えて実際に料理で使えるスパイスとかも売ってるみたいです。そしてティアナズバイユージェネラルという方のお店ではアトラクションフォトを購入できるブースや写真撮影用の可愛い壁も揃っています。私たちがそのパスホルダープレビューの期間にティアナズバイユアドベンチャーに乗った時はこの2つのお店はまだオープンしてなかったんですね。で、私たちはまだこのお店の中に入ったことがないので、次回の旅行ではこのお店に入っていこうと思います。で、そのビデオも作成する予定なので、ぜひぜひそちらも楽しみに待っておいてください。そしてハリウッドスタジオではロックンローラーコースターが再オープンしました。で、ロックンローラーコースターは何ヶ月もの間メンテナンスでクローズされてたので、やっとオープンしてくれてよかったですそして同じくハリウッドスタジオにあるライズ・オブ・ザ・レジスタンスに関してなんですけど、ライズ・オブ・ザ・レジスタンスでは今シングルライダーのチェストトライアルが行われているみたいです。このシングルライダーのトライアルは数週間ほど行われるみたいで、このトライアルの結果やゲストからのフィードバックによって今後このシングルライダーを設置するかまたはなくすかが決まるみたいです。そしてゲストはシングルライダーを使うと大体の場合普通のスタンバイ待ち時間、スタンバイラインより短い待ち時間でアトラクションに乗ることができるのがメリットなんですけど、ライズ・オブ・ザ・レジスタンスのシングルライダーを使うとレイと BB-8 がいるプレションの部分とトランスポートの部分がトランスポートの部分をスキップすることになるんです。なのでこのプレションとこのトランスポートは体験することができないです。なので私は個人的にもし皆さんがまだライズ・オブ・ザ・レジスタンスを体験したことがないんだったら、この大事な部分をスキップしてしまうシングルライダーレインはおすすめしません。まあ、ですがやったことがあってもう乗り物に乗りたい、すぐ乗りたいっていうんだったら、まあ、シングルライダーラインがあれば使うといいと思います。それでは次にエプコットのニュースです。エプコットでは毎年いろんなフェスティバルが行われてるんですね。
そして今年の8月29日から11月の23日まではフード&ワインフェスティバルというフェスティバルが開催されます。この期間中は限定のフードブースやエンターテインメント、そしてグッズなどを楽しむことができます。そしてこのフード&ワインフェスティバルの期間中は毎年 Eat to the Beat っていうコンサートが開催されるんですけど、このコンサートも今年復帰します。コンサートは8月の29日から11月の18日まででアメリカンガーデンスティアターで行われます。そして今年エプコットにやってくるアーティストやこのコンサートのスケジュールはウォルト・ディズニー・ワールドのウェブサイトで確認することができます。実は今年 Eat to the Beat コンサートにやってくるアーティストの一人が Voice to Man なんですよ。で、私たちは Voice to Man が大好きなので多分それに行くと思います。なのでまだ旅行の予約はしてないんですけど多分行くので楽しみです。それでは次にマジックキングダムのステージショーについてです。マジックキングダムでロープドロップをしたことがある人は見たことがあるかもしれないんですけど、毎日朝の始まり、パークがオープンする時間にレッドマジックビギンっていうなんかちょっとしたステージショーがあるんですね。でミッキーとミニーといろんなフレンズたちが出てきて皆さんをパークに歓迎してくれるすごい可愛いショーなんですけど、そのショーが数週間休止になります。そしてこの同じ場所で行われるミッキーズマジカルフレンドシップフェアっていうショーも同じく休止になります。多分お城のステージで何か工事かなんかが行われてるんですね。なのでこのお城のステージを使うショーが数週間休止になってます。まあ、ですがこれらのステージショーは7月の28日に復帰する予定なので、それ以降に旅行に行く方はこれらのステージショーを見ることができます。でちなみにウォルト・ディズニー・ワールドの全てのパークで行われているショーやパレードの時間はディズニー・ワールドのアプリ My Disney Experience でチェックすることができます。それでは次に今年のミッキーズノッツ・オー・スキアリーハロウィンパーティーについてのアップデートです。ミッキーズノッツ・オー・スキアリーハロウィンパーティーはハロウィンの期間中にマジックキングダムで行われる特別チケットのアフターアワーイベントです。そしてこれは特別チケットイベントなので、パーティーに参加したい方は通常のパークチケットではなくてこのパーティーのチケットを購入しないといけません。そしてパーティーの時間は7時から12時までですが、このパーティーのチケットがあれば4時からマジックキングダムに入ることができます。そしてこのパーティーに関するアップデートとは何かというとですね、今のところトローナイトサイクルランとティアナズバイオアドベンチャーはバーチャル級に入るかライトニングレーンを購入するかしないと乗ることができないんですね。ですがこのパーティーの期間中はスタンバイラインを利用してこれらのアトラクションに乗ることができます。バーチャル級に入る必要もないしライトニングレーンを買う必要もないです。ということで乗りたかったら何回でもこの後これらのアトラクションに乗ることができるということになります。パーティーのチケットは結構高いので、これだけのためにパーティーに行くのはちょっとどうかと思いますが、もしもうすでに行く予定がある方はちょっとしたボーナスになります。ディズニースプリングスには新しいショップがオープンしました。前ディズニースプリングスにはエバーアフタージュエリーっていうお店があったんですけど、このお店がディズニーエバーアフターというお店に改装されました。そしてここはいろんなディズニーキャラクターのグッズが揃っているお店になります。最近ウォルト・ディズニー・ワールドにもカスタムキャラクターヘッドバンドが到着したんですが、これもここのディズニーエバーアフターで購入することができます。さらにこのお店にはなんと大量のぬいぐるみでできた鏡と椅子が置いてあるんですね。そして皆さんはこのぬいぐるみでできた椅子に実際に座って写真を撮ることもできるんです。なのでちょっとしたホットオポチュニティまであって、とっても可愛い感じのお店になってるみたいです。それでは次のニュースです。ホリデーシーズンまであと半分を過ぎたということで、ウォルト・ディズニー・ワールドからたくさんのホリデーニュースが公開されました。マジック・キングダムでは今年もミッキーズ・メリーメリークリスマスパーティーが復帰します。ミッキーズ・メリーメリークリスマスパーティーもミッキーズのクソスキャリーハロウィンパーティーと同様に特別チケットのアフターアワーイベントです。今年は11月8日から12月20日のセレクトナイトの夜の7時から12時まで開催されます。そしてこのイベントではミッキーズ・ワンスアポンのクリスマスタイムパレード、ミニーズ・ワンダフルクリスマスタイムファイアワークショー、そしてミッキーズ・モスト・メリエスト・セレブレーションなどのパーティー限定のエンターテインメントがメインになっています。
これらのパーティー限定のエンターテインメントの他にも、ゲストはいくつかのホリデー仕様に変身したアトラクションにも乗ることができます。ティアナのアトラクションにも乗れるみたいで、ティアナのアトラクションのスタンバイラインがオープンするかどうかは公開されなかったんですけど、ノッツオスキャリーではスタンバイラインがオープンするとのことなので、多分ベリーメリークリスマスパーティーでもティアナのスタンバイラインはオープンすると思います。さらにパーティー中はいろんなあちこちのロケーションで無料でココアとクッキーが配られているので、そちらも楽しむことができます。ハリウッドスタジオではディズニー・ジョリウッドナイトが今年も復帰します。ディズニー・ジョリウッドナイツは去年デビューしたハリウッドスタジオのホリデーイベントで、今年で2年目の開催になります。このイベントも特別チケットイベントなので、このイベントに参加したい方はこのイベント特定のチケットを購入しないといけません。そして今年のディズニー・ジョリウッドナイツは11月9日から12月21日のセレクトナイトに夜の7時半から12時半まで開催されます。イベント中は限定のエンターテインメントやレアキャラクターグリーティング、そしてスペシャルフードやドリンクを楽しむことができます。エンターテインメントについてですが、去年デビューした What's This? ティンバートンズ The Nightmare Before Christmas Sing Along、 ディズニーホリデーシンハリウッド、そしてジングルベル、ジングルバブなどのショーも復帰しますが、今年はさらに新しいエンターテインメントもデビューするみたいです。そしてこの新しいエンターテインメントはハリウッドブルバーズで行われるスケートショーです。スケートショーってすごいですね。スケートするには多分アイスが必要になるので、どこにどうやってそのステージを作るのかがちょっと気になります。で、私は去年行かなかったので、どんな感じだったのかはわからないんですけど、行った人とかのレビューとかを聞くと、あんまり良くなかったって言ってる人がほとんどだったので、今年はもうちょっと価値のあるイベントにしてくれたらいいですね。そしてこのイベント中のキャラクターグリーティングについてなんですけど、このイベントでは20人以上ものキャラクターに会うことができるみたいで、去年登場したサンタ姿のダッフィーやステッチのほか、新しいキャラクターも追加されて登場するみたいです。そしてエプコットでは今年もインターナショナルフェスティバルオブザホリデースが開催されます。これも毎年開催されているエプコットのフェスティバルのうちの一つです。そして今年は11月29日から12月30日がフェスティバルの開催期間になります。期間中は世界各地のユニークなホリデーの伝統を体験することができ、ホリデーキッチンというフードブースでいろんなフードやドリンクを買うことができるほか、限定のエンターテインメントもこのフェスティバルの期間中楽しむことができます。オーケストラと合唱団の伴奏に合わせて、有名人のゲストナレーターがクリスマスのストーリーを語るキャンデライトプロセッショナルも今年復帰します。そして夜になるとスペースシップアースで期間限定のナイトショーを見ることもできるみたいです。アニマルキングダムではたくさんのホリデーのデコレーションのほか、メリーミナジェリーという動物のパペットたちもやってきます。さらにゲストは期間限定のホリデーの衣装を着たミッキー、ミニー、ドナルド、そしてデイジーに会うこともできます。ということで、以上が今のところ公開されているウォルト・ディズニー・ワールドの今年のホリデーニュースになります。ということで、次にアトラクション休業に関するニュースに入っていきます。ジャングルクルーズは8月26日からメンテナンスのためクローズになります。そしてこのアトラクションがいつ再オープンするのかはまだ公開されていないので、いつまでクローズになるのかはまだ不明になってます。ミッキーズのツオスキャリーハロウィンパーティーの期間中は最初のアトラクションにも乗ることができるんですけど、そのパーティーの期間中に体験できるアトラクションのリストにジャングルクルーズは乗ってないんですね。なのでこのパーティーが行われる期間中は多分まだクローズになってると思います。そしてジャングルクルーズはホリデー期間になったらホリデー仕様に変身してジングルクルーズになるんですね。で、11月8日から始まるミッキーズベリーメリークリスマスパーティーの期間中に乗れるアトラクションのリストにはジングルクルーズが載ってるので、それまでにはオープンすると思います。さらにピーターパンズフライトも7月8日からメンテナンスのため休業になります。ピーターパンズフライトは8月20日までクローズし、21日には再オープンするそうです。そしてこれは新しいニュースではないんですけど、今月の7月24日からジーニープラスがライトニングレーンマルチパスに、そしてインディビジュアルライトニングレーンがライトニングレーンシングルパスに変更になるんですね。
そして私はこの新しいバージョンのライトニングレーンについて詳しくまとめたビデオを少し前にシェアしたんですけど、この新しいシステムが公式に導入されてからまた新たな情報が出てくると思うので、また今後この新しいシステム、ライトニングレーン、マルチパスとライトニングレーン、シングルパスについての動画を出すと思うので、そちらの方もアップしたらぜひ見逃さないようにしてください。それでは今日のビデオはこれで以上になります。このビデオが役に立ったらいいねやシェアをよろしくお願いします。そしてまだの方はこのチャンネルにチャンネル登録とチャンネルの通知をオンにして今後のビデオも見逃さないようにしてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。 Make today magical. Bye.